ビレンドルフのビーナス。胸と胴体が現実の女性以上に誇張されている。調整上刺激とは動物において現実にはありえないのに、その動物に特定の行動を引き出す刺激のことである。コンラート・ローレンツが発見した現象で動物の行動において先天的なものを本能行動というが、そのような場合、ある行動をその動物が起こすきっかけは、 比較的単純な視覚などの刺激である例が知られる。例えばトゲウオ類のイトヨのオスは、生殖期に縄張りを作り、そこへ侵入するオスに攻撃をかける。この攻撃行動を引き起こす刺激が、実は、繁殖期のオスが示す腹部が赤くなる婚姻色である。その証拠に、楕円形の単純な形のモデルであっても、下側を赤く塗れば、この行動を引き起こせる。 このような刺激のことを信号刺激という。このような行動の研究には、このように簡単なモデルを作成し、それに対する反応を見るという実験がたびたび行われる。ところが、そのような実験の最中、時には実際には存在しないモデルの方が実物より、はるかに強くその動物の反応を引き起こす例が知られるようになった。例えば、 ニコティンバーゲンが研究した都鳥での実験では、この鳥のメスは3個の卵を産んで保温するのであるが、そばに5個の卵を固めておくと、そちらに移動して5個の方を抱こうとする。また、似た色と形であれば、より大きいものを抱こうとするので、そばに大きさが2倍、3倍というようなありえない卵を置いてやると、そちらを抱こうとする。実物よりありえない偽物が動物を、 引きつけてしまっているわけである。そこで、このような刺激を調整上刺激という。蒸気のように一般に鳥はより大きな卵を大事にする傾向がある。格好などの、いわゆる拓乱をする鳥は、宿主となる鳥より大きな卵を産む。宿主の巣の中に卵が追加された場合、それがより小さいものであれば、宿主親がそれを取り除く場合があるが、 より大きい卵では、そのような行動を起こさない。配偶者選択では、調整上刺激は、様々な動物で見られる。表紋蝶の場合、表面は、オレンジ色に黒いまだら模様があり、裏面はよりくすんだ色をしている。繁殖期のオスは、黄色のひらひら動くものに反応して引き付けられ、時には落ちる枯葉にも近づいていくという。実際の交尾には、 その後の匂いの刺激が必要であるが、オスがメスを追うまでは、視覚刺激のみに反応する。そこで、ドイツの D ・マグヌスはこの蝶を引き付ける要因を調べ、羽ばたきによる色の変化が重要であることを突き止めた。さらに詳しく調べた結果、最もオスをよく誘引するのは、以下のようなモデルであった。このような形は、実際の蝶のメスにはありえないから。 これも、腸正上刺激の例である。この場合、いわゆる死有等汰の原因になりうるから、腸のメスに、このような進化が起こっても良いはずである。しかし、現実の腸が、そのようにはなっていないのには、いくつかの理由が考えられる。例えば、羽ばたき回数毎秒75回というのは、腸の体の構造では、不可能であろう。大きさについても、それなりの制約があると考えられる。 いずれにせよ、動物の体は、異性の思考以外にも多くの決定要因があると考えるべきである。この腸の場合も、多分より大きくてよく羽ばたくものを選ぶという方向があるだけであって、おそらく4倍とか75回という数字は単に腸の認識できる最大の値という意味を持つだけだと考えられている。しかし、抵抗進化説の例とされる大津の死化や原生では、 塩招きのような、非実用的な構造は、このような実現されていない理想、あるいはその方向性によって引き出されたものと考えられる。人には、頭の上に何かあった方が良いのではないか、という欲求があるようで、世界各地の神話伝説には、人の顔でありながら、頭の上に余分なものを持つものが見かけられる。また多くの民族において、 頭の上に髪の毛を盛り上げるような髪型が工夫され、これらも調整上刺激の可能性がある。ありがとうございます。